平信元は、平安時代末期の貴族。官務平氏高宗流、兵部教、平信則の長男。下には、聖洋にした、内蔵頭。平安期、方言3年2月9日上に信則の娘の、婚礼の際に婿を迎えた、紳士、皇統が、同母兄弟である、信元、親新規兄弟と推定されており、紳士イコール文章制であったと見られている。 王法三年に、兵部将優であったことが、山縁樹、同年一月十四日上から判明している。平野清盛の性質、平時子といとこであったことから、平家一門の一員として立身。また、人間三年の伊運法願大就任以後は、後白河院の陰近神としても活躍し、左衛門の佐、様権の神、修理圏大部を歴任し、樹永二年に、 内臓頭に至るが、同年源、義仲の状況を受けた一門都落地に従い、再会へ下校した。この時、姉妹が即室となっていた、摂政、この絵元道に対して平家と行動を共に、する要塞さんの説得を試みるが、最終的に断念し一人一門の後を追ったとされる。一門が壊滅した、厳略二年の断納者の戦いにおいて、 捕虜となり、都へと連行される。この際同じく捕虜となった、平宗盛平ものときただが、と王子を引き回されたのに対し、信元は合戦で負傷していたためにかろうじてこの、屈辱を免れたという。その後審議を経て、ビンゴ国へる罪となる。文治5年には赦免されて帰郷するが、その後は任官せず実況生活を送った。弟の新規の子、 シ助を養子として、後を継がせたが、その子孫は後世において、西の東院や、平松や、片野家など数家に分かれて繁栄した。ありがとうございます。